めちゃめちゃ焦げ臭い。燃えてる。霧になってる。なんや。煙がなんか車の中に充満してます。なんだ。どこだ。この冷蔵庫の上がなんかすすだらけになってます。ちょっと冷蔵庫の裏のコンセントの線が焼き切れてしまってます。うわ、このコンセントが焼けてます。真っ黒に焼けてしまってます、コンセントは。ハッピーライフ。息子が鳥取の方から帰ってきたので、事情を聞きたいなというふうに思います。ちょっと開けてみて。これなんで、いつ気付いたの？お湯沸かしてってんや。どこに差し込んで、ほう、ここに、うん、ケトル、そうそうそう、電気ポットティファールの、うん、ほうほう、で外にちょっと行っとって、うん、戻ってきたら車の中が煙で充満しとって、でここ開けたら、うん、燃えてたと。燃えてました。燃えてたん？燃えてたん？もう火出てるやろ。だってこんなん焼けてんねんか。火は見てへんけど、匂いすごかった。溶けてるもんね、これ。とりあえず冷蔵庫は動いています。冷蔵庫の線は別のとこから取っているので、冷蔵庫はまあ無事ですけども、ここのコンセントの部分の後からつけてもらったこのコンセントと、元からついているこのコンセント、なんでここにコンセントをつけたかというと、打ち合わせの時にこのコンセント、ここにコンセントがあったら、このベッド展開した時にこのコンセントが使えなくなるので、このコンセントをここに初めつけてくださいっていうことをお願いしてたんですけども、ちょっとそこがちゃんとできてなくて、ここの状態のままやったので、後付けでここにつけてもらったという、これがそのコンセントになります。まあ、とりあえず一瞬でもこれ炎が上がったんでしょうね。溶けてるもんね。このここにティファールの電気ポットを挿してお湯を沸かしている時に発火したみたいです。このティファールは電気出力が 1450W、 あの 3000W ね、インバータついてるから使えんことはないんやと思うけど、電気的には使えるけど、この線が耐えられんか。ああ、この線がね、耐えられ、その電圧に耐えられへんかったんじゃないかと。うん、もしくはこっちが結構燃えてる。ああ、なるほどね。この線が。そういうことか。まあ、とりあえずまた早急に里帰りして、一回見ていただきたいなというふうに思います。また、行った時に、向こうで話を聞いて、またそれも、動画にして皆さんにお知らせしたいと思うので、とりあえずこういうことがあったので気をつけてください。以上です。